はい、それでは始めてまいります。皆さんこんにちは。最終合格データから解き明かす来年必勝のための戦略、ずらします。約1時間10分程度ガイダンスの方を始めていきます。担当はレックス認定講師根本が行います。よろしくお願いします。本日のガイダンス、主にテーマは2つございます。まず1つ目は、先ほど発表されました、近日発表されました、最終合格のデータ、これを見て、今年どんな感じだったのか、そして今年だけの特徴は何かないかと。また昨日合格報告会等を聞かれて、いろんなことを、合格者から話を聞いて、期日についてのちょっとした情報できるだけ、発表を出したいと思っております。そのあたりがレジュメの方だと1ページから始まっていきまして8ページまで、それが今年の試験の特徴等についての分析です。9ページ以降、ここからが来年に向けての対策についての話だと思ってください。ではまずは1ページの方をお願いいたします。第1章、発表データを分析と載っているところです。1番、出願者数、受験者数、合格者数の比較と載っております。どんな評価と、上から見ますと、出願者数、出した人数、受験者数、受けた人数、合格者数、受かった数で、合格率、これは出願者を分母、今年であれば15,687で659を割る。もう一個は受験者を分母、12,727の方で659を割る。そういった数字を平成21年から列挙しています。表の下のポチを見てください。合格者の人数を縦に見てほしいんです。近年最多人数になってます。650台というと平成28年まで遡ります。で、平成28年当時は受験者が16,000です。当時と比べて4,000人ほど減っています。そこと合格者の人数が同じなんですよ。それ次のポチ、注目点があります。合格率、受験者を分母にしたものが3年間変動ない、特に括弧の中ですが、合格率を下げなかったことに注目してほしいんです。まずこの司法書士試験の合格率の歴史をちょっと見たいと思うんです。下からずっと見ていくと合格率が明らかに上がってっていうのが分かるでしょうか。初めのうちはそうでもないんですが、ちょこっと上がってってますよね。で、これと反比例するのが、受験者数、出願者数なんです。出願者、受験者は減っていく、一方合格率は上がっていくという傾向があります。特に28、29あたりから、ちょっと29、30か、このあたりからちょっと顕著になってきたのが、だんだん前年の合格率をかけていくと600人を下回る可能性が出てくる、そういう状態だったんです。どうもなんか600を下回りたくないということで、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ上げてるんですよ。で、今回受験者、出願者が増えてるんです。で、増えてるってことで、もしかしたら合格率下げるかなと思ったら下げてきませんでした。むしろ出願者を分母とするした場合は合格率が、まあ、微増ですが上がっているんです。そしてちょっと注目してほしい点が、確かにね、ここの数字、出願者を分母にする数字を見ると、まあ、3.60 から、まあ、4.10 と、これちょっと急激に上がった上で、これちょっと 4. いくってなってますよね。で、ただこちらの近年3年見ると、受験者分母の数字を見てほしいんです。 5.15、5.14、5.17、さすがに 0. 税いくつ
この数字は誤差だと思うんですよ。これ固定化してきたんじゃないかって思うんです、数字を。ちなみにね、ここちょっとした理由があります。ここの部分の千切り理由があります。ここ明らかに受験者と出願者が思いっきりグッと下がってるの分かるでしょうか。というのが、実はここで受験会場を大幅に減らしたんです。受験会場を全国各県ごとにやっていたものが、こちらエリアごとで一つ、例えば九州地方であれば福岡だけというふうに減らしたんですね。でそのせいでぐっと人数が減って、いきなりガンと上がってますよね、人数が。でそっから受験者分布のところが全くもって変わってません。でもう1年続いたらと思うんですけども、この時点でもう決まりかもしれません。向こうは合格率を受験者ベースで決めている、そのように考えられます。ぜひこちら来年試験のところの受験が、受験のね、出願が終わったらぜひ人数着目してください。何かっていうと、今までこの試験って合格率を下げたことがほぼないんですよ。そして一定にするって話じゃないですか。で今私の肌感触で言うと、初めて受けて勉強する方の人数ってやっぱ増えてる感じがするんです。ってなると、受験者が増えれば合格者の数は増えていく方向にあると思うんです。今までは逆言ったんですよ。受験者が減れば合格率が上がるから受験者減ってくれると皆さん嬉しいですよとって言ったんですが、ここ最近の傾向を見るとむしろ逆だと思うんですね。そして私も強く言おうかと思うのが、この数字じゃなくてこっちの数字で合格率が決まるじゃないですか。なので出願が終わったら私も結構強く言おうと思います。受験をとにかくしましょうと。受験する人数が多くなればなるほど合格者の人数が増えるんです。なんでぜひ皆さんもお知り合いにぜひ頑張って受けようよというふうにね、言ってやってください。いや自分ちょっと自信がない、いや自信がない関係ない、もしかしてまぐれがあるかもしれない、だから受けようよとというふうに皆さんもぜひ周りに啓蒙活動をしてください。話はそれました。ページをずらしましょう。次のページ2ページ3ページの方行ってください。基準点、合格点の推移、どんな図になっているかといいますと、上の段から見ますと何年のものが上段下段とあります。上段が出願者数、下段が受験人数。次、基準点というところ、択一午前の部、上段これは点数、中段そこまでを突破した人数で、下段こちらはそこまでの偏差値、偏差値は50が平均です。次、択一午後の部、上段中段下段、均一上段点数中段人数ですが、その人数のところを見てほしいんですが、全部分数の形で書いてます。今年で言えば2316人中の1160と書いてます。この2316という数字が期日の採点を受けた人数、期日の採点を受けた人数を指します。でその分のどれぐらいがこちら基準点を突破したのかというのが載っています。そして合計点があって合格点が載っている。そして最後、合格点から基準点の差額はいわゆる上乗せがどれぐらいかというのが載っております。表の下の注目する点を見てください。いわゆる上乗せが減少に転じました。上乗せ点がこの表の一番下からいくと23、26、25.5、23.5、ここ最近 26.5、27.5 と上がっていたのがいきなり2ポイント下がっています。次です。丸2。均一の採点人数が近年最多数になっているんです。2360、いや、じゃあ2316。という数字ですが、見てほしいんです。下ずっと見るとここまで高い数値近年ないんですよ。
で実はこの同じぐらいの水準になったのが平成23年です。で平成23年は受験者が25,696いるんです。これ明らかに例年と比べて採点人数が多かったんですね。でおそらくこれは多分もうさじ加減だと思うんですよ。あの1問いわゆる基準点を上げちゃうといきなり人数がガンと落ちると、3点なんで1問3点なんで多分それ上げちゃうと例えば2000を切っちゃうとか多分そういうさじ加減だと思うので、まあ、今年だけ特に上がったではないとは思います。はい。でその下突破人数に変化はない。1160という数字去年比べても、まあ、確かに増えてはいますけどそんなでもないですよね。ただ個人的にちょっと思ってるのが偏差値なんです。偏差値が約1ポイント上がってるんですよ。今まで51っていう数字がないんです。これってある意味卓越のところでちょっとね多めに取ってしまったから期日はちょっと強めに絞ってる、ちょっと強めに絞った結果だと思われます。じゃあ次のデータに行きましょう。3ページの方です。こちらどういう図かというと一番上出願者の人数、次基準点突破人数、均一の基準点を突破した人数、これイコール卓一均一全部の基準点を突破した人数になります。で次基準点突破比率、出願した人からどれぐらい突破しているのかと、で合格者数で比率、基準点を突破してどれぐらいの方が合格できているのか、でその横基準点を突破したが総合点までいかなかった、いわゆる総合落ちという数字で、一番右期日だけ基準点未満の方がそれなりの数いるんです。これどういう意味かというと表の下を見てほしいんです。あのね、あの得点別因数表というのがあって、あのね、総合点が何点の人が何人いるかって全部載ってるんですよ。総合点ね。で総合点で今回の合格点の 216.5 を超えてはいるのに合格人数と差があるんですよ。 216.5 を超えた人数が実は717いるんですね。で受かった人が659いるってことはこれ何が意味するかっていうと、この差額っていうのが卓越めっちゃできてる、午前も午後めっちゃできていて、期日だけ基準点に行かなかったけど全部足すと 216.5 を超えると、そういう方が今年でいうと58います。これはある意味裏を返すともう来年の合格可能性が極めて高い人です。はい。でこのような図になっているんですが、こちらあるところで思いっきり分岐が入っています。太線が入ってますが26、27間で明らかに差を、明らかに傾向の変化がありました。あのこちらの比率のところ見てもらうともう明らかに下がっているのが分かるでしょうか。で今年の特徴、こちらですが一番下に入れました注目する点、基準点突破比率が過去最高値を維持しています。あの 7.4% ってやつです。この数字が、過去最高数値を維持していると。でただあの上乗せが例年より下がってるんですよ。でこれ後でご紹介しますが期日中間層の団子が多いんです。中間層、あの上と下が少なくてこの中間部分がすごく多いんです。ちょっとこれは後で数字の方でお見せします。ページは4ページ以降を見ていきます。またどんな図かと言いますと
年度別に基準点が何点で上乗せがどれぐらいなのと。でもし択一だけで上乗せをいくとしたらあと何問いるのと。じゃあその時偏差値でどれぐらいいるのとっていうのをまとめています。例えば今年であれば午前が27、午後26で上乗せが 25.5 なので約これ択一でいうと9問取る必要があります。でもし択一9問取るとして5問4問と振った場合午前が32、午後30いるんです。でこの偏差値が 65.0、66.64 という数字になります。でここを縦に見るとほとんど変わらないんです。これあの一番下見てもらいたいんですが今年は合格しにくかった、合格しやすかった、私は運が悪かった、私は運が良かった、まやかしです。合格しやすい年、しにくい年なんてものはありません。解きやすい年、解きづらい年あります。でも解きやすければそれだけ要求される点数は上がっちゃいます。この試験では受かりやすい年、そうじゃない年はないと思っていいです。そこはあまり自分の心の逃げにしないでください。はい、で5ページ以降になります。でここはもう出ているデータになりますが、これ何かというと得点別因数表というものです。何かと言いますと、一番上見ますと択一5点、105点満点取ったという、まあ、猛者ですね、まあ、これが12人いて、で12、次102点、34点正解です。34問正解の方が83人いて、ここまでの猛者と、まあ、ほぼ猛者が95人いると。で偏差値がどれぐらいかというのをまとめているものになっています。でこれは、もう基準点発表の時点で出ているデータですので、まあ、ちょっとこの分析はもうちょっとやめておきます。ページをめくってもらって6ページ記述分析です。記述は午前、不動産商業を合わせて70点満点です。で70点満点で、ね、満点がいるわけないよね。うん、それはいない。さすがにあれで満点はおかしい。一方右下見ると0点ってそこそこいるんですね。はい、ってところで今回の最高得点ちょっと見てください。 63.0 って数字になってませんか。 63.0。 ちなみに令和3年は最高点が 64.5、 令和2年が 63.0、令和元年もしくは平成31が 63.0 という数字になっています。よいしょ。でちょっとここで注目してほしい数字が、あのこちら3つに分けています。まあすごい、言ってしまえばここの一番左側は本当によくできているそうです。よくできている層、中間層、まあその一番下、あとそれ以外の層というふうに分けます。すると今回この一番上の上位層が全部で300人いるんです。302。昨年が358なんですよ。あの注目してほしいのが、まず昨年と今年の記述の基準点はどっちが高くなってます。2ページの方を見ると分かります。2ページの方を見てもらうと、あの記述の基準点はほぼ平均点だというのはご存知でしょうか。ほぼ平均点が記述の基準点になります。でだと昨年と今年、まあ、ほぼ同じ、もしくは向こう去年の方が若干低いんですね。でもう一個見てほしいのは人数、採点人数はこちら昨年と今年で言うと今年の方がもう約200人多いんですよ。
約200人多くて、例えば言い方悪くすれば、あの去年の方と、まあ、ほとんど点数、レベル点はそこまで変わらないと。にもかかわらず、こちら、50人違うんです。50ですよ。あの今年の方が人数が少ないんだったらまだ分かるんです。今年の方が人数が多いのに、50人少ないんですよ。一方ね、中間部分の人数で、これこう計算しました。中間部分の人数はこことここを引いてます。あ、皆さん別に色なんかつけなくていいからね。この数字、ここまでの329と1955、この一番下の数字、これを引くと今年1626って数字になります。1626で、令和3年が1324なんです。1324。つまり上位層が例年と比べて少なく、中間層が多い。さっき言った中間の団子が多いと言ったのはそういった意味なんです。ちなみに、ね、一番最後の層はほとんど変わりません。一番最後の部分が338、今年が338の令和3年が352という数字になってます。なので本当に今回はこの真ん中部分、この子が多かったということになります。というのもほとんどの原因が商業の産卵と4卵です。でちょっと今年の、今のところ報告会で聞いた話をいろいろ説明します。報告会、昨日私の方が大阪および東京の方で合気室の報告会を行きました。で報告会の方で期日についての、まあ、そのこれぐらい取れましたと、で点数こんな感じです、受かった方がその点数発表がもう来てますので、それで教えてくれました。とある方、商業の方が1卵と2卵全部できていて、もう合同全部すっ飛ばし、合同全部すっ飛ばしで10点ちょっとなんですよ。でもちろん1卵2卵で間違えてる可能性ありますよ。でそれの方ちょっといろいろ見ていると、おそらくその合同で20点は取ってるような気がするんです、配点で。でどうです、あの合同って多分登記すべき事由も怪しいし、登記すべき事故も怪しいと思うんです。もうやれて添付書類が1、2個かけて精一杯だと思うんですよ。ってなると、もう超極論言うと、今回ほとんどの方が20点近くマイナスなんです。ってなると、上位層がこれな、一番初めは70点ね。70から20引くと、もう初めから50ぐらいから戦いになっちゃうんですよね。ってなると、必然的にこの中間部分が厚くなってしまうのはしょうがないのかなと、思います。で、一方、不動産登記の方がちょっと読み切れなくて、あの元本確定登記をしていな、してしまったと言ってすっごい減点された方もいれば、そうじゃない方もいらっしゃいました。また、相続関係、数字相続関係の処理のミス、それは大きな減点をされてないというのも聞いてます。そして感じ聞く限りは、どうもやっぱ不動産の点数はちょっと甘めにつけてる感じはします。これは感触として思ってます。ただちょっと思うことがいつもありまして、これさっき言った最高点数なんですよ。これ綺麗になんかしてません？そして思うんですよ、2,3 ページ前、2ページの方か、期日の基準点の数値見てほしいんですが、そんなに大きなフレッシュないんですよ。いや、これってなんかいつも思うのは、何かしてるなって思うんです。択一ですら基準点の上下は結構激しいのに、
均一のところの最高点数が大体同じ でなおかつ大体平均点が平均点を基準点にして35点付近にしてるっていうのは、まあこれは残念ながら配点調整は絶対あると思います。だから例えば今回で言えばどう見たって皆さん商業のが取れないのであれば、不動産の点数についてはある程度点をつけないと、この平均点が34,5 点いかないと、34,5 点にいっていかないってことで起きてしまいます。なのでそういった調整があるのかなって思います。でもうこれはお前のうがった見方だと言われて百も承知で結構です。私はいつも思ってるのは、多分これって法務省側に対する多分書士から のメッセージというかだと思うんですよね。なんていうか、私たちは毎年同じレベルのものを作ってますと。難しすぎるもの、優しすぎるものは作っていませんと。見てください、平均点が大体同じぐらいでしょと、最高点は大体同じぐらいでしょと。もう私どうしてもそうとしか見えないんですよ。いや、私たち問題作る人間ですらこんなね、点最高点数を同じにするとか平均点を大体一定にするなんてことはできない。お前らの能力がないからと、それで結構です。それはそれで結構です。私はそうではないと思うんですよね。なんでもちろん批判は非難、もうそれも大いにやってください。で今回に関しては多分商業がどうやっても採点点数が下がってしまうから、不動産で甘めにつけている、不動産で大きく取らなきゃいけなかった年だと思われます。まあ、ちなみに7ページの方を見ていただきますと、本試験は記述の回答は出しません。でどんなものを出しましたかってことを、まあ、文章にしてくれます。ちなみにこれ、すごいマニアックなんですが、若干フォーマットが今年で変わってます。フォーマットっていうか、本当に文章の形式、行間というか、例年と比べて下の意図のところがね、おパッと見た感じ、お違うと、何か書いてくれたかなと思ったら何も変わりません。読んでもらっても何にも役に立たないことしか書いてません。何の役にも立ちません。それは分かってるよと。聞きたいのは何が何点振られてるのかとか、どう書いたら点数がつくのかとか、それを何にも言わないということは全く変わりません。そして毎年言ってることです。やはりこれに対しておかしいよと、絶対採点基準はあるはずだとって思って訴えた方がいらっしゃるんです。ページめくってください。ちょっと古めにデータになりますが、これで検索すれば出てきます。諮問庁法務大臣、諮問日、答申日、事件名、23年司法書士試験、採点基準を含む枠内、ランナーにおける配点に関わる行政文書の不開示決定に関する件。これ何かと言いますと、絶対採点基準を書いた紙があるはずだと。で、採点基準を書いた紙がなければ、点数はつけられないと。で、採点基準を書いた紙は、行政文書にあたる。だからその行政文書を出しなさいと。っていうふうに言ったら、まず一発目の回答は、そんなものは持っていませんって言ったんです。でそれでおかしいだろうって言ったら、それに対する答え、23年司法書士採点基準枠内ランナーにおける配点情報につき、これを保有していないとして不開示と決定は妥当である、出しませんよと。向こうの言い分に近い話を言いますと、採点基準は採点官何人かで皆さんで口頭で言い合って、口頭で頭の中に入れてるんです、口頭で頭の中に入れて採点をしてるんです。だから文章なんてものはないんです。嘘をおっしゃいと思うんですが、もうこれは出す気はないので、もうここで皆さん時間かけてね、もうなんか究明しようと思っても無駄だし、それはやるべきじゃないです。せいぜい私たちができることは開示請求ぐらいです。もし今回その期日の採点どうしても納得できないという方は、まず開示請求してください。聞こえますよ、この開示請求したからって合格不合格が変わることはまずないと思っていいです。まず何かないです。ただ結構分かることがあるんです。何年か前かに絶対自分は合格点を取ってます。開示請求しますんで見てください。もうこれで法務省に行ってほしいんです。あ、絶対行かないけど、そんなこと言われて、じゃあ開示請求してごらんって言ってしてもらったら、一覧と二覧逆にしてるんです。一覧二覧逆にしてるから、それは点数つきませんよ。
それとか、なんでこんな点数悪いか分かんないんで、ちょっと採点あの出してやってみます。見てくださいって言って見せてもらったんですよ。これなんでダメなんですかね。これはなんて書いてあるの。差です。あじゃないの、差です。いや記号が読めないんですよ。もう本人はそう書いてるんだけど、一般的にはもう分かんないんですね。まずちょっと点数が低い方、ぜひこの取り寄せて、自分じゃなくて他人に見てもらってください。で他人に見てもらって、でそれで読めるかどうか見てほしいんです。で私もここで言うのは何なんですが、予備校の採点はある意味この辺りやっぱどうしても甘くなります。このあって書いてあるけど読めませんとか言って罰をつける、まあもちろんつける方もいますけどね、それをやりすぎるとありがたいお電話が来ます。ふざけんなこの野郎とっていうのがあるので、やっぱり採点官としてみればね、ちょっとやっぱり甘めにつけるんですよ。でもやっぱりこう実際開示請求とかの答案見ると分かるんですが、なんて書いてわかります。取締役の取りです。もうね、なんだか分かりません。象形文字です。本人は取締って取りって書いてるんですよ。閉まってないでしょこれも。でも本人閉まってるんです。でもまあね、役員のねこの辺りはあんまりきつく見てない感じがするんです。特にやっぱねこの特定する人の文字に関しては結構厳しく見てる感がするんです。なんでぜひちょっと点数が思ったより低いなと思った方は、その開示請求をしてまずご自身の字が読めるものかどうかっていうのをぜひ見てください。はい、でこのあたりが今年の分析というところになります。じゃあページは9ページ以降、じゃあここからの勉強についていろいろ話させてください。第2章、上乗せ点勝負の時代の方法論。総合勝負に勝つには午前択一、午後択一、期日、このうち2つについて高得点を取る必要があります。上乗せ25、26というのはまんべんなく取れるだけじゃ足りません。どれかでポンと上げないとこの点はいかないんですよ。でその下、択一対策、必要なものは私は3つだと思います。 1. 失点を最小限にする。まあ言ってしまえばエラーです。落としちゃいけないエラー、これをどんだけ減らすか。ゼロにするのは無理です。ゼロは無理です。人間ですからエラーはするんです。でもそれをどんだけ減らすか。そして2、知識の量を増やす。もうこれは必須です。よく合格者の方が基本に忠実にしましたと、で基本だけやって受かりましたとっていうのを聞くんですね。でそれを聞くと大体ね、基本イコール簡単なことって置き換えるんです。基本イコール簡単なこと、よしじゃあ簡単なことだけで受かるんだなって思っちゃうんですよ。でまあここ最近、まあ、ちょっとやってませんが、数年前にね、まあ終わった後にこう合格者の方とお酒を飲みに行くとか、そういう機会ができた時にはやったんですよ。この知識基本とかっていう話を聞いたらね、ああこれ基本ですね、他にどういう基本知識ある、こんなもんとバーッと言ったりするんですけど、それマニアックだねとか、なんか見せるとこのテキストのこう端の下の方にあるやつ、普通だったらあんまり読まないところですよ、あこれ基本ですねと。受かる人の基本は違います。受かる人の基本っていうのはこっちから見ればって感じなんですよ。だから受かった人の基本に忠実って言葉はあまり真に受けない方がいいです。やっぱり、ね、受かる人って多くの知識持ってるんですよ。やっぱそこでやっぱり、ね、出るのやるのがね、俺自分しか知らない知識って言ってごらんって言うとね、まあ出るわ出るわ。やっぱり受かってる人って多くのこと知ってるんです。
少ない知識で何とかしたい、勉強時間が少ないから何とかしたい、その気持ちは分かるんです。でもそれってある意味自分から武器の数を減らそうとしていることと同じなんですよ。知ってる人間には絶対勝てないんです。ただそれと相反することを言います。それが次のプラスです。知らない論点が問われても推測できるようにする、これも重要なんです。どんな合格者でも取れた問題の全部を知ってるわけじゃありません。感覚で言うと5問から6問は知らないけど解けたと、知らないけど解けたが5問から6問はあるはずなんです。じゃあなんで知らないけど解けたのかっていうと、よく言えば法的思考力、悪く言えば勘です。でこれじゃあどうすべきかって言ったら、もし勘を上げるんだったら、滝に打たれるが一番です。精神修行でしょ、一番は。あとはもう墓参りとか行くべきです。実は去年の合格者で、もう墓参りに行けと言ったら、毎年毎日のように墓参りに行ったという方もいらっしゃいます。ですが、それ以外の手がやっぱりあるはずです。じゃあこの3つに分けて、どんな風な勉強がいいかを進めていこうと思います。1番、失点を最小限にするには、括弧1、エラーを防ぐための日々の学習。これは丁寧に学習するとは別に、ここ素早く回す学習、素早く回せる学習をしてほしい。ある意味素早く回せる教材を作ってほしいんです。できればね、4月までにもう超基本論点しか載ってないけど、もうすごく薄くする、そういったものを一つ作ってほしいんですよ。でできればそれが一番お勧めしたいところで、それでその薄くしたもので1ヶ月、一番下の米印のところ、3ヶ月で全分野は確認していく。第1級レベルの知識は。で、できればそれは直前期になったら1ヶ月で1冊、1ヶ月で回せるような感じにする。本当に基本しか載ってないものをぐるぐる回す。そういうものを1個作ってほしい。はい。で、ちょっとそういうのはどうしても苦手だと。いう方であれば、例えば市販の本で言えば森山先生の、携帯使用書士なんかは多分そういった傾向の本だと思います。またもう一個おすすめが真ん中のポチ、一分野一問ずつ解いてどんどん回していく。合格ゾーンとか過去問集とかで177条やるぞって言ったら、あれって体系番号だけどなんか40いくつぐらいあると思うんですよ。なると、あんなにやってたら多分1日だけで何もいくか、もう3時間であんまり来ませんよ、時間が。なんで例えば1分野1問解いたら次に行っちゃう、1分野1問解いたら次に行っちゃうと、実はこれだけで結構早く回せます。で、過去問っていうのはご存知の通り本当に基本中の基本です。そういう方法もあると思うんです。どうしてもね、普段の学習って丁寧に1個ずつやる学習になっちゃうんです。で、そうすると丁寧にやった結果、久しぶりだね、なんだ君は、会社訴訟か、いや何日ぶりだろう、ちょっと覚えてないな、こうなってしまいます。なので素早く回せるものを一つ作ってほしいなと思います。次、括弧2、自分で過度なメリハリをつけて勉強をしないこと。もう自分の中でこの分野はもう出ないだろうっていうふうに高をくくってやらない、これはぜひやめてほしい。で、実績のある分野は全て触れるべきです。で、これと逆なのがメリハリをつけること。過度なメリハリじゃなくてメリハリ、例えば仮登記担保ってのがあるじゃないですか。あれって皆さん好きか嫌いかって言ったら大体嫌いです。できれば触れなくていいんだったら触れずに終わりにしたいと。じゃあそれを今やるか直前期に触れるか、多分ずっと毎回やってくれないと思うんですよ。
じゃあずっと毎回やりたくない論点を今やって直前期にやらないようにするか、今はそれ以外のことを固めて直前期に触れるか、どっちがいいと思います？多分一つの案は、今はオーソドックスな論点だけやって、直前期になった時にそういう細かいことをやるっていう案は多分皆さん思うと思うんです。でもね、直前期になるといろんなことが舞い込んでくるんで、それをやる時間がないんですよ。でしかもそういった仮登記担保なんてものは、はっきり言えば頭使いますから、直前期になった時に、ね、そこに時間かけたくないんです。ってなると今度は先にやっておく、で先にやっておいて、まあ直前期はやらないとっていう方法もあります。覚えてられればいいんですけどね。どっちがいいんですか？わかんない。え、うん、これね、どっちが皆さんやりやすい、もしくはどっちの方、どっちかしか選べないんだったらどっちにする、ここだと思うんですよね。で私はね、後者をやっぱお勧めする。今のうちにやっておいて、直前期になったらもう触れない。で万が一出た場合って1回でも触れてるから、なんとなくこう手繰り寄せればいけなくないんですよ。面白いなってものが、ある時工場財団が出た時にね、初学者ぐらいの方と3年4年目の方で結構ね正答率変わっちゃったんですよ。で初学者の方って工場財団って深くはやらないけど一応簡単には触れるんですよ。だからそっからね、全然問題取れないけどなんとなくこんな感じかなって解くんです。で3年4年やってる方でもうこれ今年来ないだろうと高く踏んじゃって、もう1年全く触れない、全く触れないということで、結果手も足も出ないと。ってなるとやっぱり私は前者、私は今のうちにとりあえず触れるとか触れておいて、そこから絞っていくというのを私は進めたいところです。もちろんは賛否はあると思いますので、ご自身がいいと思った方を選んでください。次、かっこ3、洗礼判例については理由付けを意識する学習、忘れた時のリカバリーが効く、この理由付けです。なんでその結論になるのかという理由付け、それがあると後々戻せるところがあります。私なんか結構単純暗記でやってたものをね、当連か過去問で見たと、特に当連かな、当連出た時ね結構嬉しかったんですよ。おっ、いよいよこれが出たかと、解説待ってるよって、解説待ってろと、この今回という今回はこの理由付けを探してるとって言って、解説ね見て、その実質的な理由が載ってるとね、ああそういう意味だったんだと、ちょっとそこで感動したことがあります。4番、逃げてませんか？後でやればいいと思ってませんか？後でやることはいっぱいあるんです。どうせ忘れるのは分かってます。で忘れるのは分かってても、やっぱり覚えたもん、一回覚えてるとやっぱ忘れる度合いって減ります。農地用の許可、仮登記ができるかできないかと、単純暗記物もやっぱ今のうちからやっぱどんどん触れるべきです。じゃあ次、2番、知識の量を増やす。じゃあ量を増やすとしたら何を素材にすればいいかと。でまず1つ目、括弧1、過去問の解説を読むと。で過去問の解説を読むことによってその周辺知識を得ていくという方法があります。ただこれ効率が良くないです。利点は過去問周辺知識なので知識のリンクが取りやすいといったメリットあります。で難点は過去問集の解説を読まなくちゃいけないので目が痛くなる。でしかも全部読んだ時にね、なんだよこの問題の解説だけじゃねえかと、派生論点書いてねえじゃないかとってな時に、クソ読んで損したとっていうふうになりがち。一方、括弧にインプットテキストの読み込みをする。これであれば例えば出たことが出てない分野を読むんだったら、どんどんその出てない分野だからもう効率はいいんですよ。あ、これ出てない分野ね、これ出てないねってできるんですが、ただ分量が多いんですよね。ってなるとやっぱこれ絞るとかと思うんです。見てもらうと、過去問の周辺を読む、過去問実績のないところを読む、これが一番効率はいいと思うんです。
インプットテキストで過去問実績が載っているものがあれば、その周辺部分を積極的に読むと。はい。一方、カッコ3、答練問題を解く。で、レッグの答練の場合は後ろに過去問実績があるかどうかが一目で分かるようになっています。で、そのこのように見て過去問実績がなければ、あ、これを覚えていけばいいんだねっていうふうになるので、新しい知識は得やすいと思います。ただこのカッコ3はぶつ切りの知識になりやすいです。その部分の丸、その部分の×は分かるんだけど、その知識が一体知識のどの部分のどこなのかと、という整理がつかないという難点があります。入りやすいし勉強しやすいのは3です。でも一番整理がつかないのも3です。一方、勉強しづらいのは1と2で、あんまり1やっぱおすすめしたくない。2はおすすめしたいんだけど、勉強した感がない、読んでるだけだから勉強した感がない、こういうデメリットもあります。一般的には多分読むより解く方がいいので、やっぱ3だと思うんです。3だと思うんですが、これがぶつ切りの知識にならないように、例えば新しい知識を知ったら既存テキストに書き込む、ここまで私はする必要はないと思ってます。やってるとこれキリがないから。むしろね、その新しい知識だったらその本のどのあたりの知識の派生なのかなっていうのを考えてみると、あ、これが×、あ、似たもので、あ、こういうのがあったよな、あれとの比較かなとかね、いう感じで今の既存で持っている自分の知識とどことつながりやすいかを考えてみる。絶対その足だけの丸×で覚えない。今持っている知識とどこの例外なのか、もしくはどの周辺知識なのかを考える。で、私は実はもうやめろと言ったんですが、あの書いてる口だったんです。で、今絶対私書くのは絶対お勧めしません。でもね、良かった点があってね、あのなんで書くのが良かったかっていうと、こう新しい知識があってね、どこの関連知識かってことでテキストをまあ開くんですよ。テキスト開いて、この辺りかな、いやこれは違うだろう、でこ、いやここでもない、あ、多分この辺りのこれだろうなっていうふうに自分で考えるので、自分の頭の中でどの部分の例外なのか、どの部分の関連知識なのかってことを頭の中で考えられたんですね。で、今思うとね、あそこで止めちゃって、あとは書くじゃなくてコピーして貼ればよかったなと思ってます。あのやっぱ知識ってこう書き写すとね、やっぱ手が疲れるんです。で、手が疲れるし、あと一番怖いのはね、このメモ本当正しいのかな、いやちょっと待て、いやでもこれ俺の字だろ、いや俺自分が一番信用できねえと。でもそれがですよ、それがあのレッグの当連かなんかの載ってる解説かなんかをねペタッて貼った場合は、予備校が出してるもんだから まあこれでいいんだろうとってなると思うんです。でなんで、もしね書く、どうしても書くんであれば、あの上のなんか集約したいっていうんであれば、あのぜひコピーして貼る、縮小コピーかなんかで貼るっていった方がやっぱ効率的だし信用を持てます。次、3番、推測できるようになるにはと。先ほど言いました四五問はどうやっても推測して解いてます。皆さん、じゃあそれどうやってやってるのと。1、知識の理由付けを確認しながら学習する。やっぱり1番はここになります。普段の学習で理由付けを意識しておく。で、その理由付けを意識しておけばそこから派生できなくないんです。やっぱ一番お勧めしたいのはこの1番、理由付けをちゃんとしていくってこと。で、2番、テキストに制度趣旨が載っている場合は積極的に読み込む。特にこれ勉強年数が長くなるとやらなくなります。この制度は何であったのかとっていう大元に一回戻ってみる。で、大元に戻ってみるとそこから派生しやすくなります。そして3、手続きものは全体の流れを常に意識する。平成28年でしたかね、株式の譲渡制限の結構難しい問題なんですよ。譲渡制限の承認請求でも手続きの流れを知っていると
あ、おかしい、供託と協議の順番がおかしいぞと、あ、これ罰だと。手続きものって流れをちゃんと意識することによって解けるものって結構あるんです。大きな手続きものは流れをちゃんと覚えること、こんなのはお勧めしたいところです。例えば株式と売り渡し請求の流れって言えますか？多分一個一個の論点だけ覚えちゃうんですよ。手続き全体の流れがあるものはぜひそれを意識してください。では次は記述になります。ページは10ページ11ページ、あ、そうだそうだ、11ページ見てもらっていいでしょうか。すいません、11、12ページには今年の択一問題と正答率を入れています。で、その正答率の横には丸、空欄、×と入れています。で、意味合いを一番下に入れました。空欄、まあ無印です。これはどんな受験生でももう絶対落としてはいけないレベルのものです。これを落としているのはエラーと思ってください。一方丸、知識がないと二択に追い込まれる問題、二択に追い込まれる問題です。逆にこれが取れなかったっていうのは知識量がなかった、推測できなかったと思ってください。一方×、もうこれはしょうがない、解けるはずがないんです。例えば午後なんかは結構丸の数が多くありませんか？今年丸 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9個あるんです。この9個どれぐらい取れたか見てほしいんです。で、それで自分の知識を増やさなきゃいけないところの分量、また推測かけなきゃいけない分量がどれぐらいあるかを見てください。じゃあ改めて今度は記述の方、10ページの方お願いします。記述対策、どんな問題でも基準点を狙えるようにする、そして問題によっては上乗せを狙う。記述問題ってどうしたって向き不向きは起きます、向き不向きは起きます。で、私は記述はすごい得意です、たまにいらっしゃいます。じゃあ1回の答例、1年の中で0点取ったことあるっていうとやっぱいるんです。そういう方でも1回か2回0点取るんですよ。0点近いものね。いかに得意であっても向こうの出し方、仕掛けに引っかかっちゃえばやられるんです。なので例えばどっちかが崩壊したってどっちかでなんとかリカバリーできるように、基準点はだいたい32から36です。ってことはどっちかで24、5点出しちゃえばもう片方はもう10点ぐらいでいいんですよ。で、まず優先するのはこのように、どんな年でも基準点が狙えるようにする、そして自分と相性が良ければもっと狙いに行く、自分と相性が良ければもっと狙いに行く。じゃあそのために何がいるかってことで1,2,3,4 とあります。で、先にごめんなさい、4から行かせてください。本番での得点戦略、やっぱりこれが年々高まってます。先ほど言いましたが今年は どう見ても不動産で稼ぐべきだったんです。不動産で稼いでもう商業は諦めつけた方が良かったんですよ。一方その前の年はむしろ逆で、もう不動産がやばいから不動産逃げちゃって商業でどんだけ稼ぐか。で、その前もそうなんですよね。もしですよ、先に今年は不動産で取るんだぞってことがもし分かってたら思いっきり時間不動産かけますよね。実はそれって推測できなかないんです。ちょっと見てください。本番での得点戦略、まず本試験各問を使った戦略訓練をしてください。で、これはやるんであればな、今と直前期、今と超直前期にお勧めします。
1、不等法小等法セットで1時間40分解く。でこちら2番、どちらの科目で点を稼ぐかを考える。ここが重要です。どっちで稼ぐかです。で普段模試答練って両方と満点狙いに来ますよね。本番それ無理なんですよ。普段両方満点を狙いに行く、でも本番はそれができない。本番ではいきなりそういう作業を要求される。だからできないんです。なのでこちら本試験問題を使ってぜひやってほしいんです。どっちで稼ぐかと。でそれはもちろん一つは解きながら分かります。解きながらこれはやばいなっていうふうに感じたら商業に行っちゃう。もしくは商業先やなくて商業やりながら、あとは逆に不動産やりながらね、不動産がやけに簡単だなとって思ったら、これ商業やばいぞと、すごいの来るぞとって思っちゃって、もう不動産で30近く取るように狙っちゃう。いつも言ってることなんですが、ある年不動産が死亡を相続人なし、特別援護者なし、ちょっとした期日終わり、ひな形書いて終わりでしょ。ひな形書いて商業ね、27人の役員変更だから、その年ってもう不動産解いてる段階で簡単だ、やばすぎる、やばい、これ絶対やばい、絶対絶対絶対商業やばいって言って、そこでブルブルするんじゃなくて、不動産で30点近いことも狙っちゃうんですよ。でもう商業は極論半分いきゃいいと。また不動産やった時にね、1覧なんとかできた、2覧、すいません日本語でお願いします、こいつら何言ってんの全然わかんない、何ってなった時はもうストップかけちゃって、もう商業に行っちゃうと。両方取らなきゃいけないって思っちゃうと、どっかでハマったら終わりって思っちゃうんですよ。今の不動産登記って、第1問目の枠、2問目の枠、3問目の枠っていうふうになってるから、どっかで枠外しをしても他に影響しないんですよ。だからもうここでできたけど次できなかったってもう諦めちゃって、その次の枠に行っちゃうか商業に行っちゃうかです。繰り返します。普段の登練模試ではこれやりません。普段登練模試では全部満点取りに行くからです。なんでこれは本当に本試験問題でしか練習ができません。で近年の問題10年分であればもうそこそこの問題数だと思います。もうちょっとそれをちょっと前に戻っちゃうとね、まあ、ちょっとまた傾向は少し違ってしまうので、まあ、14、15年まで戻ってもいいのかなという感じはします。なんでやりながらどっちで取るのかを検討してみると。であとは本当にどっちだったのかなんかは、例えばもうスマホかなんか、もしくは携帯かなんかでね、例えば令和何年期日問題とか、ね、調べればいろいろ記事がバーッと出てきますよ。でそれ見ていけば、あ、今度じゃあ不動産がきつかったのかな、商業がきつかったかな、きつかったかなって分かります。そしてもう一つやってほしいのが3番、回答用紙を見て事前に戦略を立てることなんです。今年は別です。ね、令和2とか令和1とか回答用紙見てやって、で回答用紙見ると欄の大きさでどこがやばいかって分かるんです。欄の数がね、あんまりこの各欄が、第1欄123少ないな、ペロってめくる、第2欄4つある、第3欄3つしかない、やばいのは2欄だとって分かるんですよ。もうこれで2欄がやばいって分かれば、2欄でハマったとしたらもう諦めて3欄に行こうとかいけるんです。それとかね、回答紙見て目的原因、あ、添付書類欠かせない、目的原因添付書類、うん、これ全部貸せるんだ、もうこうやらせるなと、それ分かるんです。でちなみに今年は全部同じです。1欄2欄3欄全部ほぼ同じです。だから私もこれ初め見たときに、問題配られますよね。あ、私受けてますんで毎年。あ、受かってますよもちろんね。配られて、そこのね回答用紙見たときに、名前書くじゃないですか。名前書くと皆さん名前書いてこうやってお持ち待ってますけど、もう私それ見ながらどれがガンかどれがガンかとずっと見てるんです。で見ても
同じ不動産全く同じだなで、商業をパッと見た感じも全然なんか変わんないな、同じだな。でも不動産が明らかに形式同じだから、もしかして商業かなって思いました。こういう訓練って、こういったことをねやっておくと、もう受ける前から既存の情報が手に入るんです。はい。で、まあほぼ同じことですが、丸4番、不登校どの欄で最低限の点数を取るかと、どの欄勝負にするかってことを毎年のように考えていくと。はい。で、これが本番での得点戦略ということになります。もちろんその前提として実力はいりますからね。上の方丸1、実体法登記法の知識、戦略としては普段の択一学習、定期的な記述演習の確認、そして近年差をつけるのは2番です、申請書添付処理の減点です。枠は入ったのに点が下がってる、結局表現のミスが多いんです。で、その表現のミスの練習ってどうされてます？私はちょっとお勧めしたいのが2つあります。1つ目、基本雛形を全部ね、まあ、書き出していく。で、ミスったものだけピックアップする。私の時はちょっと、まあ、今売ってる本じゃないんです、今で言うと何だろう、雛形コンプリート、雛これになるんでしょうかね。で、あれの感じの中に 1枚ずつのね、申請書の一例があったんですよ。26バインダーケースになって、で、それをざーっと解いていって、もうできるものとできないものでこうやって分けちゃって、で、できないものだけをもうほぼ借用みたいに繰り返してました。まあ、大体こっち右側に行くのは分割譲渡とか、共同ネテートの追加設定、合意の後のやつだとか、そういったものは大体こっちに行きます。で、それとは別にやった作業が、その点線の下、落ち着いてる中で書けるものっていうのと、プレッシャーを受けて書けないものって違うんですよ。当連でミスったもの、当連でミスったものだけ入れとくんです。私なんか、私の時は全然スマホとか特になかったので、バインダーかな、バインダーに間違えた雛形を入れるのと、あとね、答案で私の時は紙が入ってきたんですね。で、紙返ってきて、その雛形で間違えたものだけもう完全に切り取って入れてたんです。で、ちょっとでも時間があればそれを見るようにしました。もしくは場合によっては書いてました。で、特にこの点線の下、ここやっぱ意識してほしいんです。自分がどういう時に本番でミスるのかと。はい。で、次丸3番、問題文からの情報収集力。今年はそれこんなにね要求されませんでしたが、年によっては情報集めがすごく大変な年があります。去年一昨年なんか特にそんな感じです。横見ますと、過去の答練、本試験過去問などを使って収集力を高めてください。で、その収集力を高めるとしたら、答練に関してはファイナル編や公開模試をお勧めします。ファイナル編や公開模試は情報集めが大変な問題を多く設定します。だ、それをお勧めします。で、逆から言うと、ね、この丸3って結構時間かかる作業なんですよ。で、記述の自力を上げたければ、この公開模試やファイナル編の問題はあんまりお勧めしない。あ、悪い問題なんだよ、悪い意味じゃなくて、情報集めをする、知識を当てはめる、回答を書くと。ファイナル編公開模試になるとここの比重が大きくなっちゃうんですよ。なんであんまりちょっとここに時間かけたくないと、普通の自力をつけたいんだというんであれば、こちらの方に、ここに比重が高いファイナル編や公開模試の問題は後にしちゃって、例えば実力要請とかそういった問題をメインにしてみてください。ではちょっと1時間ぐらい来ましたので、13ページ開けながらちょっと軽くちょっと首を回すなり頭を回すなりしましょうか。よし。
じゃあ13ページからいきましょう。次は第3章、今年の反省と来年以降の展望と。ぜひ反省はしておきましょう。で、この反省は2つやってほしいんです。表の下に四角枠が2つあります。1個目の四角枠、今年の本試験までの学習上の反省点、ああいう勉強をしとけばよかったと、そういった学習の反省点。そしてもう一個はその下、今年の本試験現場での反省点、ああやっとけばよかった、ここでこうしとけばよかったと。ぜひその反省はやってください。で、特に多分下段の方の本試験会場の反省点は必ずやってください。多分来年になったらもう忘れてます。一方上の方のね、学習上の反省点はやってはほしいけど、まあ試験終わってもう3ヶ月経ったんでちょっともう覚えてないっすと、それはもう諦め、もうやんなくていい、それは無理だもん。でただね、あの反省はしてほしいけどやりすぎには注意してください。下の方見てください。おすすめしない反省、今年行動ができなかった、来年は合同が来るかもしれない、あ、個人的には思ってます。あのね、で実は私来年も合同来ると思ってますっていうのは、この試験って結構ね、あの1回変な傾向だとね、大体いろんな人がね、もうこれは2回来ないから、2回来ないからって言って2回来るんですよ。あの昔統計証明情報をね、内容を書かせるっていうのがあって、いやこんなの来ないからって言ったらね、2年連続来るとか、そういうのがあるので、私は合同はやっておいた方がいいと思うんです。でもね、それがどんどん行き過ぎちゃって、社団が怖い、医療法人が怖い、学校法人が怖いと、あの大体今年にあの合同会社がかけた方、逆に聞きたいよ、普段どんな勉強者なんだと。で、あれがかけるって言ったらね、逆に他の勉強をおろそかにしてんじゃないかと思うんです。だからあれかける練習は今年できなくてしょうがないんですよ、しょうがないんです。で、ただ来年に向けて今年の出た合同の申請書、あのレベルはかけた方がいいと思うんです。じゃあ次は5名ですか5子ですかと、いやそこまでいかなくていいと思うんだっていうのが、あの合同ってそれなりに使われてるんですよ。あのそれなりの会社の知識がある方って株式と合同だったら絶対合同選ぶんです。っていうのは合同だと認証手数料いらないじゃないですか、あといろんなとこ結構費用浮くんですよ。ただあの合同だと結局ほら知識として条文が結構あの、まあ、一番ちょっと細かい知識が入っちゃうから、やっぱ詳しくないと運用しきれないというのがあるんで、まあ、株式の人が無難ですよとって大体言われるんです。でもやっぱ合同の数って増えてます。一方5名合資の数増えてますかって聞いても、どの先生に言ってもいやーって言いますね。なんで合同はやってていいと思うんですが、それ以上広げる必要はないですよ。次2番、私は正答率 80% のものをミスりました。私の頭の中ではもう全部なんか基本の論点が抜けてる感じがするんです。もう怖くてなりません。今年は基本的に徹底します。さっきも言ったように人間エラーはするんです。でエラーはするんだけど、その中の1個だけ思って基本のミスがあると、基本論点の抜けがあるっていうふうに思い込むのはやめてください。もちろん35点中30点しか取りましたと、で5問が全部正答率 90% 以上ですって言ったら、それはそれで考えましょう。でも普通そんな人いないんですよ。なんで基本論点のミスを多少したからといってイコール基本が足りないとは思わないでください。次3、勉強が荒かった、いや丁寧にやろうと思います。民法総則も終わんないぞ、本気でやると。民法総則ですら終わんなくなるよ。またはとかおよびとか一個一個で細かく見たらね、終わんないからね。受験勉強って結局どうしても荒くやるもんなんですよ。荒くやった上で間違えた時に細かく見るもんなんです。はい。でちょっと付け加えを1つ2つ、1つ、このね上の本試験までの学習上の反省点、これが無理だったらぜひね、
直前期の反省だけなんとかしないかね、できませんかね、直前期の反省。特にね、失点した分野、例えばあの今年の問題でいうと酵素、ね、左側のページ第5問かな、第5問で酵素ってありました。でこの酵素を間違えたとします。で酵素結構正答率高いんですよ。で直前期の学習を見る、うわやってないここと、で直前期の学習と間違ったところ、特に間違ったものについて直前期どう学習してるか見てほしいんです。あの最近思ってるのが、その直前期の学習って細かいものを割って覚える勉強、覚える学習っていうのは私はそれはいらないのかなと思ってます。だからむしろ直前期の学習って一時記憶になりやすいもの、それをやるべきだと思うんです。一時記憶わかんないかな、あの177条の問題と供託払い渡し続き民情線、どっちが頭に浸透してるかって言ったら177条です。177条は多分3ヶ月やってなくても、うん、お酒を 何杯か飲んでもいけると思うんですよ。一方民事保全なんかは多分ね3時間前に勉強しても危ないです。そういった一時記憶ものの学習に専念をしてほしいなと思ってます。でまずはね、ちょっと一時記憶かどうかも分かり、まずそれもありますが、失点した分野について勉強してるかどうか、特に点数、あのね正答率が高いもんね、低いものはしょうがないから、正答率高いものについて直前期触れたかどうかを見てほしいんです。はい、ただこういった反省を言ったんですが、反省をしなくていい方がいらっしゃいます。今から言う方は一切反省をしないでください。一切反省をしないでください。何の反省もいりません。ここに不合格者の分布図を作りました。記述の基準点に到達しなかった、基準点は全部到達しました。例えば基準点を全部超えたんだけど総合点が足りませんでしたと、567とか来ましたが、この5番は反省する必要はありません。5番は反省する必要はありません。でも9点以上開いたのが落ちたんです、来年私やんないと、もっとやんないとダメだった感じがするんです。上600人いなくなったのね、あの上650いなくなってんの、うん、だからあなたこう浮き上がってんの、下から650来ないよそんなには。逆にこのタイプの方がもっと卓越の上乗せを狙おうと思って勉強すると、どん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 出ない勉強、出ない方向に行っちゃうんです。まさにオーソドックスな勉強をしなくなっちゃうんですよ。なんでこの方は一切の反省をせず、今年と同じことやってください。一切の反省をしちゃいけません。あともう一人反省しちゃいけない人、それが均一の基準点に 到達しなかった方で、総合点には到達してるけど期日の採点、期日だけ基準点に行かなかったと。これも一切反省はいりません。言いましょう、運が悪かったんです。運が、相性が悪い問題が来ただけに過ぎないんです。例えばそのもしこの該当する方がね、本試験問題を何年かも解いてみてください。多分3年やったら少なくとも1回もしくは2回は基準点いきますよ。相性が悪いんです。墓参りに行かないあなたが悪いんです。もうここは反省することはありません。でここで過度に期日勉強に振りすぎるのが良くないんですよ。過度に振っちゃいけないんです。ってなるとあのプチ反省でいいのがここ、プチ反省でいいのがもう総合点までもうあとちょっとだし、期日のところで前回いかなかったという方はプチ反省ぐらいで構いません。というのがもうやっぱりいろんな受験生見ていて
ここに当たる方がやっぱり、ね、強く反省しちゃうんですよ。強く反省すぎちゃってやっちゃいけないとか、もしくはね、過度な勉強方向に振っちゃうんですね。で、過度な勉強方向振っちゃって翌年点数が落ちるっていうね、いうことが起きるんです。なんでここに当たっている方はもう何の反省もせずに進めてください。下手すれば学習時間等も減らしてください。学習時間等も極論減らしてください。そうしないとだん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 変な方向、変な方向の勉強をします。よし、じゃあ今度は14ページ以降の方に行きましょう。学習戦略と、勉強する時期って3つぐらいに分けて計画を立てるべきだと思います。今から1月、まあ、12月末までと3月末までと3月以降、4月以降です。で、皆さんが今できるのは年内の計画ぐらいです。今から4月のね、直前期まで細かくね、予定組むっていうのはできなくないけど無駄だっていうのが、成績によって変わる。学習の計画ってうまく立てられる方っていうのは短くしか、大雑把には立てるけど、細かい計画っていうのはここ1週間2週間ぐらいしか立てません。っていうのはその状況によって自分がやるべきことは変わってくるんです。なんでせいぜいできて年内の計画まで、大雑把にはね、こういうことをやろうかなっていうのをやってほしい。大雑把にはやってほしいけど、細かい計画についてはその時になって考えた方がいいです。で、今回は年内の学習の計画についてのアドバイスができればと思います。そうしていってください。できるだけ早く決めたい今年の学習の方向性。1個目、年内までどんな学習をする。3つあります。全科目基本知識だけの総確認をしたい。基本知識だけの確認をしたい。下、基本知識の確認はするけどプラスして上乗せももう年内のうちにやりたい。はい、右を見てください。まず全科目の確認をしたいって方、その方インプットメインでいくかアウトプットメインでいくかをまず決めてください。インプットメインかアウトプットメインか、まあ、通常はアウトプットメインの方が楽です。アウトプットの方で先ほど言ったようにもう分野を絞っちゃう、年数を絞っちゃってざーっと問題を解いていくと、多分これが一番手っ取り早いです。1分野1問とか2問って絞ってしまう。で、それざーっとやるのが一番手っ取り早いです。で、しかもそのじゃあ1問2問何がいいかっていうと、文章が短い過去問です。文章が短い過去問だけを使ってざっと確認作業だけする。だから教授と学生がもう会話してたらその問題やんない。もうできれば2行か3行で済むもの。そういった問題だけどんどんやっていって知識が残ってるかどうかを確認をする。一番のおすすめは問題演習だったらそっちの方向になります。はい、で、次、基本学習をしながら上乗せすることもやりたい。で、その方はもうかなり長期スパンで考えてください。12月末に終了予定、無理です。12月末では絶対終わりません。終わっても3月末にしないとこれできません。なんであんまり過度な期待というか過度な夢はね、広げすぎない方がいいです。過度な夢を持っていくと裏切りじゃなかった、しくじるだな、しくじった時のやっぱりショックがでかいんですよ。で、その下、お休みする。これはありです。お休みは特に受験回数が4回以上になる方、ぜひよほどでない限りお休みしてください。もちろんです、やんなきゃいけないことあるのは分かってます。足んないのも分かってます。でも受験勉強がある意味こうなんだろう、惰性みたいになってるんですよ。
間短くした方が急ぎます。また4回5回となっていくと周りの人間の協力がだんだん得られなくなります。周りに恩を売るなら今です。なんで思い切って休むっていうのは結構進めたいところです。次、勉強の素材。今までの教材を使う、インプット講座を受講する。で、下段は今ここで言うのも何なんですが進めません。このタイミングから新しい教材を手に入れるってなると、その新しい教材をこなすのはおそらくよくて来年の1月2月です。3回ぐらいやらないと教材って身につかないんですよ。で、あと今から全科目のインプットなんか取っても絶対これこなしきれません。だからこれはおすすめは全くしない。で、どうしてもといった場合は科目だけ、この科目だけ弱いというのがあれば、その科目だけのインプットってならそれはわかる。でも全科目のインプットはもう絶対やめてほしい。次、当年模試をどれだけ使うか。10月から受ける、1月から受ける、4月からの模試のみを受講する。ペースメーカーになるとしたら10月もしくは1月から受ける、これはもう学習のペースメーカーにはなります。まあ言ってしまえば、まあお金払って当年取るとね、やっぱ来るんですよ、金払ってから。なんで、ね、受けるんですよ。受けると勉強するんですよ。これね、お金払ってないとね、まあいいかなってなんですよ。なんである意味金を払って強制的に勉強するという感じです。ただ受験年数がある程度いった方はもう極論一番下からでも十分だと思います。4月からそして模試に集中すると、ある程度受験回数があればどのタイミングでどこまで持ち上げればいいかって分かるはずです。なんでその自分で分かったのであれば4月以降の模試に集中するで全然足りると思います。あったで、ただまあ、おすすめしたいのが年末にクリスマスに実力診断模試というのをやっております。多分お手持ちのパンフレットもしあれば裏面に載っているものになります。こちらの方が択一の方が主要4科目記述、2問で、こちらの方が高校生であれば最安で1000円で受けられる、1000円で添削処理までする、成績処理までする模試を12月末に行います。ある意味これを受けて自分の位置づけ、今の位置を確認する、これはぜひやってほしいところだと思います。よいしょ。で戻りまして、で次ちょっとできれば早めに決めてください。改正対応をどうするか。今回いろんな法改正が行われています。ただ先に言いますと、そこまででかくはないです。細いのが結構あるけどそこまででかくはないです。だまず極論言うと、よくやるのは合格ゾーンの買い直しがいりますかって言ったら、買った方がいいかいけないかと言ったら買った方がいい、買わなきゃダメかそうじゃないかって言ったら、改正が大体分かれば別に買わなくてもいいという感じです。いいよ、ニュアンスはつかめるでしょうか。もちろん買った方がいいに越したことはありません。例えば今までは臨時の使用を請求することができる丸だったのが、過去問題が変わって臨時を使用することができる丸っていうに変わってます。だから変えた方がいいけど正誤同じじゃん。そんな感じで、実はそこまで大きく法改正によって過去問の正誤はね、例えば20問変わるとか30問変わるとかそんな感じじゃないんですよ。多くは問題文の縛りが増えちゃうってことが多いんです。例えば今の過去問集をそのまま使っておく、で過去問で解説の勉強してて、なんかこれもうおかしくねえかなって思ったら本屋さんに行くとか、レックの下の方にいて今の最新版を見ると、ああやっぱ変わってんのねと、もうこんなぐらいでも対応できるレベルです。ですので繰り返しますよ、買った方がいいか悪いかはいいです。買わなきゃいけないかどうかっていった時にはまあそれは個人次第よという感じです。で今回いろいろやっぱ改正が出ておりますが、例えばこの辺りってネット等を探していけばそれなりに情報って手に入ります。
既存学習のをしなきゃいけない、そっちがメインだって方は、改正対応は本当に後手後手にしましょう。早い段階でもう第一級の知識だけをね、ネット等で探してみてください。多分いろんな動画とか多分で転がってると思うんですよ。でそういうのを見れば本当に第一線で知らなきゃいけないものは網羅できます。一方、いやもう今すぐやりたいとか、もしくは最後の最後のために素材だけ集めたいとといった場合は、多分各予備校が改正講座というのをやると思います。例えば私の方もパンフレットの方だと10ページかな、こちらの方で改正法の講座というのを行います。90分 ×4 回で、現在分かっている情報を3回、そして最後に通達洗礼が出ますので、通達洗礼が出た段階で歩行みたいな感じで1回を予定しています。こういったものを使って万全対策を取るという方法もあると思います。よいしょ、もうちょっとです、お付き合いください。はい、なのでぜひこの改正対応についてどうするかだけはもう早めに決めちゃってください。で一番下の方にまあいろいろ出ました。根本の電話相談と、私森山講師、そして赤松講師の方、いろんな電話相談等を実施しております。でもし自分自身に学習の結果が立てづらい、もしくはちょっといろいろ話を聞いてほしいなどがあれば、こういった機会をぜひ利用してください。で今のところこちらの日程になっておりますが、もし皆さんの方が結構多ければまた追加する、日程の方を考えております。もし電話してもし埋まってるんであれば、すいませんちょっと追加日程があったら教えてくださいみたいな感じのことを渋谷駅前本校の方に伝えてください。また一番下、今の実力は判定しませんかと、ということで実はこちらの方、確認テストというのをやっています。もしよかったらこのあたりも使ってみてください。そうそう、お時間来ておりますので最後に一つ二つだけ言わせてください。まず一つ目、多分多くの方が今回ダメだって時点でやめるかやるかは考えたと思うんです。やめるか続けるかで、絶対ではないです、絶対ではないんですが、やめるか続けるかで悩んでる方はやった方がいいです。やめる方っていうのは多くの方はね、自然とやめてます。気づいた時にはやってない。逆にやっぱね、ちょっとでもやりたいって思ってるとやっぱね、やめた時の後悔ってでかいんですよ。なので私は悩んでね、どっちかなって思ったら、もうちょっとでもね、なんかやりたいって気持ちがあるんだったら進めた方がいいよとは言います。次、来年を最後にしたい、多分誰もが思います。悪いことじゃありません。来年を最後にしたいっていうのは自分のモチベーションを上げる方法にはなります。でもこれが今年ダメなら絶対やめるっていう風になると、自分にこんなのプレッシャーをかけます。よく言えば背水の陣と言いますよ昔から。でも見てると分かるんです、背水の陣を引くとね、最近の方って大体やられるんです。プレッシャーに弱、プレッシャーに強くないんですよ。さっきも言ったように期日ってどっかで当たるんです。そこを目指せばいいんですよ。そしてもう一つ、ちょっとこれは万人受けする話はありませんし、これ自体がいい発言じゃないのは百も承知で出させてください。例えば受験年数ある程度ある方、昨日なんか報告会で私4回かかってます、私5回かかってますと言ったんですが、実は結構多いんですよ。これ何かっていうと、合格した方にあなたは何回受験で受かってますかとっていうことを聞いたアンケートの表なんです。どうです、もちろん早く受かるに越したことありません。でも実際4回5回以上って半分以上いるんですよ。早く受かることに越したことはありません。長いことはいいことは私も言いません。でも長いことがイコールご自身の能力が低いとも私は思いません。このあたりにしましょうか。何か一つでも学習のなんかこうきっかけ、もしくはモチベーションを上げるきっかけになれば幸いです。本日のガイダンスの方は以上です。最後までご清聴ありがとうございました。